武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の武田です。武田塾チャンネルをご覧の皆さん、今日は特別ゲストが来てくれてます。自己紹介お願いします。どうも、アイスメンテン伝言です。よろしくお願いします。伝言さんのチャンネルでも、僕らのコラボ、武田塾でコラボをさせてもらって、伝言さんが武田塾遊びに来るみたいな。あ、そうですね、武田塾さんに今回お世話になって、ちょっとね、僕が特訓を受けるみたいなこともあったんで、ぜひそちらの方もね、確認してもらえたらいいかなと思います。なんか感想とかちょっと聞きたいですけど、他と違うなと思いましたね。それが何かというと、参考書の扱いが体系化されている。知ってはいたけども、改めてやっぱすごいなと思いました。 ありがとうございます。伝言さん、結構経歴が特殊で、勉強系 YouTuber の先駆けみたいなところあると思うんですけど、大学は大阪大学じゃないですか。僕高校聞いてびっくりしたんですけど、あんまり反対が出るような学校じゃないんですよね。はい、そうですね。確かに私の代には多分誰もいないと思いますね。学年で唯一反対に合格みたいな。まあ、そうだと思います。偏差値でいうとどの何歩ぐらいの高校なんですか、ね。まあ、55とかじゃないですか。全く出ないわけではないけどっていう、なんか何年に1人とかのレベルじゃないですかね、反対以上は。多分武田チャンネル見てる皆さんも、先輩とかが自分の志望校受かってないとか、その中から逆転合格目指してるみたいなことって多いと思うんで、じゃあ伝言さんがどうやって受験勉強して、あんまり先輩とかが反対受かってない中、自分だけ反対合格するみたいなできたのか、これはちょっと今日聞いていって皆さんの参考になればなと思ってます。あ、わかりました、ありがとうございます。一番最初、成績ってどんな感じだったんですか。高校2年生の頃、の終わりに、もう数字覚えてるんですけど、センター試験早期対策模試みたいな感じ、だからセンター試験の科目全部受けるみたいな、それが900点満点の370点とかでした。ごめんなさい、笑っちゃいました。370点。あ、本当すか。国語が50点ぐらいです、こっち、で200点中の、マークミスせずの50点、英語も70、80点ぐらいかな。これ多分武田さん見てる結構多くの子が伝言さんに勝ってると思うんですよね。あ、そうだと思いますよ。だから僕本当に勉強してなかったんで、高いが現代社会だったんですけど、40点ぐらい、理科も物理科学両方40点ぐらい、数学だけが多分85点ずつぐらい、数学だけはちょっとだけ勉強してたからできたっていうか、だから数学がなかったら実際300ぐらいじゃないですか。そっから反大受かるんすね。いや、でもこれが高校2年生の終わりなんですよ。プラス1年かかっちゃいましたけど、浪人してプラス1年かかっちゃいましたけど、2年で反対という感じですね。振り返って、こう成績伸び始めた時期というか、ターニングポイント、きっかけみたいなのってあるんですか。できてないところにしっかり目を向けてあげるということが、僕は大事かなと思ってまして、部活とかも結構頑張ってたっていうのもあって、高校3年生の時は正直浪人の自学自習の時ほどは勉強してなかったんですよ。浪人する前に、せっかく1年間ね、浪人するとプラス1年与えられたんだったら何をしようかってなった時に、今何ができてて、もう何ができてないんだってところをしっかり洗っていこうと。すぐ見えないものだから、しっかり随時それを更新していこうみたいなものを、なんと僕はね、見える化っていうのをしてまして、見える化、部屋で目で見て分かるようにしとく、要は自分の弱点はここだぞ、できてるとこはここだぞっていうのが目で見て分かるような状態にすることで、家帰ってきたらなんとなくやるべきことがなんか目に見て入る。いや、目に見て視覚情報で得ることで忘れたりしない、マイナスなところをしっかり目を向けてあげるっていう思いでそういうことしました。英語だったら単語を覚えたけど文法まだ覚えきれてないとか、例えばそういうことです。例えばそういうこと。数学だったら確率はできるんだけど二次関数苦手、ベクトル苦手とか。例えばそういうことですね。それだけだと、例えばベクトルができませんってなっても、じゃあ何するんだがまだないじゃないですか。だからベクトルができてない、だからこれをやるんだっていう対策も右に書いてました。いや、それを逆に言うとやれば、このベクトルができませんが解消されるように組んでました、自分で。武田塾でよく言ってる、夏以降の勉強法で、こう過去問とかを生徒のみんなに解いてもらうんですよ。で、過去問とか解くと、やっぱ一番その自分で振り返るって作業がめちゃくちゃ大事だと思ってて、過去問でも取れてるところ取れてないところ分析して、取れてないところは今伝言さんが言ってくれたみたいに、何ができてなくてどう対策したらここの分が点取れるのかって分析していくとめっちゃいいかもしれないです、陸上とかの経験が生きましたね。一番タイムが遅かったんですけど、なんでこの練習をやってんねんとか、その目的意識を持つっていうことがそこでめちゃくちゃ学んだんですよね。これ受験に応用できないかって思ったことで、その自学自習に生きた。
なるほど感じですね最初そうなったのは、うん、はい。武田塾でも、はい、こういろんな参考書紹介してるんですよ動画で、はいはい、紹介されてるからやってる子とかもなんかいると思うんですよ、うんはいはいはい、めっちゃ目的って大事っすよね。あの各参考書ごとに、まあ、目的が決まってる。でそれを多分武田塾さんは紹介されてると思うんですけど、はい、だからそれを理解してしっかりやるか理解せずにやるかって結構違った差になってくるんじゃないかなと僕は思ってる、うんうん、参考書もしっかり理解して使ってあげるとより達成しやすくなるというふうに考えてます、うんうんうん、できてるとこできてないとこみたいな話もありましたけども、はい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 、まあもう一つあって、はい、できたって、まあ、自分がどう思うかって結構大事じゃないですか。どこまでできたら要はできたとみなしていいのか、うんうん、数学とかで結構迷うというか、はい、これで俺できたとみなしていいのかなっていうところ、うんうん、結構僕も大事にしててノートを作ってましたね僕だからノート それを明らかにするための、はい、ここまで言えたらお前は正解だと。まずノートがどんなんかというと、はい、左上に問題が書いてあって、はい、でここに方針とかそれに対する知識とかが左ページに書いてあって、で右ページにまあおおよその回答とかがまあ自分なりに書いてあるっていう感じなんですけど、まあこれをやって何がしたいかというと左上だけ見ておおよそここが説明できるのかっていうことを結構やってたんですよ。で数字が合ってる間違ってるとか計算ができてるできてないの話じゃなくて、はい、方針を言えるかみたいな本質的にこの問題の核になる部分を理解してるのかってところが分かれば違った問題に見えても核が一緒とかあるじゃないですか、はい、そういう問題にも対応できたりするから、はい、そういう能力をつけるために結構このノートを使って後の復習をやってましたね。だからそういうのは結構大事にしました。これ武田塾チャンネルでも紹介してるんですけど、はい、数学の問題を解くとき、はい、やっぱ勉強苦手な子ほど数字を覚えちゃうし式を暗記しちゃうんですよ。そうですね A イコール2って出て合ってたらやっただけです、はい、それは分かります、はい、ただそれだと電話さんおっしゃるように模試とか試験になると応用できないと、はい、そうです初見の問題なんでねどこもそうなんです。で初見の問題に応用できるようになろうと思ったら、はい、その問題を見てこの問題はこういうふうに問題文書かれてるからこういう方式で解けばこの求めたい数値が出てくるんだみたいな、ね、プロセス、はい、解放が大事だと。多少の計算ミスしてもプロセスが合ってたら結構点くれたりするじゃないですか。ただなんか数字合ってるって点くれないじゃないですか、はい、それってことはプロセス大事にしてるんですよ大学側も、うん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 、って思ったんでそのプロセスをしっかり理解できてるのかっていう復習チェックは特にできなかった問題に対してノートをまとめて、うんうん、後でそれ問題見てお前これ方針言えるかと自問自答やってました、はいはいはい、学んだことをしっかり学んだで終わらせずにしっかりできるかどうか確認するっていう武田塾さんとまあ一緒だなって思いました。そうですね、はい、本当だできたの基準ってやっぱめっちゃ大事ですね、はい、問題が解けてそれでできたって思っちゃってるけどじゃなくて説明できるかとか解き方を言えるか、ね、初見の問題に応用できるぐらいまで力ついてるか一問一問みんなには完成度高めてほしいですね、まあ、そうですそれができたことが、はい、でも実際1年2年で阪大っていうところに行ったのかなとは、うん、結構それはつながってるかなと思います、はい、センター試験300点台から大阪大学に合格した電眼さんの、はい、まあ、勉強のポイントとじゃあ結構武田塾の勉強法と通ずる部分もあったりとか、あの例えば授業がね1週間で90分あるとするじゃないですか、はいはいはい、1週間で168時間あるんですけど、はいはい、じゃあ残りの 166.5 時間何するかってめっちゃ大事じゃないですか。めっちゃ大事ですね、はい、90分やとしたら、うんうんうん、ってことはその 166.5 時間をどうするかっていうのを僕はかなり自分でやってたんですけど、そこが結構武田塾さんの場合はそれを管理してもらえるっていうことで、そうですね、毎日の予定を決めたりとかしてますね、はい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 、当時は僕はたまたま自分でやってました。でも武田塾本当にたくさんの生徒を見てるんで、はい、自分で一人でやるといろいろ悩んだりとか自分で計画立ててたとか無駄な時間出てくると思うんですよ、はいはいはい、それを武田塾がそぎ落として一番最短コースを導いてあげるってイメージです、ね、なるほどなるほど。いやそれ当時知りたかったっすわ。それ教えてほしかったっす。なんか僕普通に自分で探してましたもん、その最短ルートを。あ、なるほど。なるべく自分で探してたんですけど、教えてくれるならそれはいいっすね。あの武田チャンネルでも武田塾の勉強法更新してるんで、皆さん引き続きあの電眼さんのねチャンネルから見に来てくれた人も引き続き見てくれたら嬉しいですし、ぜひ見てくれたらいいと思います。電眼さんがねもう武田塾の勉強法はいいというふうに言ってくれたと思うので、あ、そうです、共感はめちゃくちゃもう多かったっすよ本当に。はい、なんであの皆さんも信じて電眼さんが言ってるから間違いないと。ぜひあの本当にあのね自学自習が大事っていうのは本当に大事だと思う、はい、思うんで、それをぜひ皆さん信じてね、あの一回無料相談所にね、あ、無料相談所って言ったら無料受験相談、無料受験相談、そう、それだ、無料受験相談にね、はい、ぜひ来てもらったらいいかなと思いますよ本当に。はい、わかりました。では、はい、今日電眼さんありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆さん受験勉強頑張ってください本当に、はい、じゃあ今日はこの辺で以上です。ありがとうございました。武田塾公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。